深澤学大は日本の元クイズ作家。神奈川県横浜市出身。法政大学第二高等学校卒業。法政大学文学部日本文学科卒業。血液型 A 型。1991年中学2年生の時に第3回 FNS1 億2000万人のクイズ王決定戦の全国予選を突破して本戦に出場し、 TV のクイズ番組デビュー。14歳での本選出場は、同番組での最年少記録であり、これは、以後破られることはなかった。大学進学後は、法政大学のクイズサークル、リバティに所属し、1997年には、学生クイズ王を決める、第15回マンオブザイヤーで優勝。また、在学中から、クイズ作家としての仕事を始め、 うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャーこれができたら100万円。などの番組に携わる。大学卒業後は日本赤十字社に勤務していたが2005年に退職。しばらくフリーランスでクイズ作家をやっていたが、現在は横浜市公立中学校の国語科教諭をしている。クイズ番組への出演が多いが、豊富な雑学の知識を活かし、テレビ朝日の深夜番組。 虎ノ門のコーナー、うんちく王争奪戦に、たびたび出場し、なぎら健一、山田五郎、松尾隆伊集院光、上田新也らの芸能人うんちく王相手に、互角の戦いを見せていた。また、同時期、ロフトプラスワンで開催された、雑学チャンピオンシップという雑学トークライブに、唐沢俊一、吉田剛らと出演したこともある。放送作家の矢野良平とは、 大学時代にパネルクイズアタック25で対戦したことがあり、その時は矢野が優勝、深沢が準優勝という結果だった。現在は神奈川県内の中学校で国語科の教師として活躍している。ありがとうございます。